立ってます。はい。だ香りがやばい。さあ、皆さん、シューシャースということでですね、本日は、趣向のカス汁。カス汁って皆さんご存知ですか？僕の頃はね、給食とかに出たんですけど、今も出る方いらっしゃるの？関西の方で結構ね、食べられる、酒カスね、こういうのが売ってるんです、酒カス。ね。で、これを使った、まあ、汁物になるんですけども、実はね、子供の頃、このカス汁ってすごく嫌いだったんですよ。給食とかにも出てたと思うんですけども、まあ、酒臭いんですよ。なんですけども、この至高のカス汁に至っては、多分ね、今までカス汁が苦手だったっていう人も全然食えると思います。なぜなら僕がそうだったから。めちゃくちゃ美味しい汁物な、あのね、どっちかというとものすごい濃厚になるんです、酒粕のおかげで。今回は僕もちょっと自分で作って感動した至高のカス汁、これの作り方をやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。まずね、酒粕ね、さっきも、見せましたけども、スーパーにこういったものが売ってると思います。今回菊間宗さんなんですよね、これね、はい、売ってると思います。そして今回ね、まあ、鮭で作ったりもするんですけども、今回は、こちらの豚バラを使います。手に入りやすいように、バラが一番柔らかくて美味しいですけども、なければコマとかロースとかでも大丈夫です。はい。あと、メイン具材でいくと、ちくわ。ちくわ入れると、ちくわって練り物で、魚の肉から作ってるんですけども、これがね、めちゃくちゃいい出汁出るんですよ。なんて、ちくわ入れてください。はんぺんとかさつま揚げとかでもいいんですけども、まあ、ちくわがいいかな。はい。さつま揚げでもいいかもしれないですね。はい。あと、お野菜類なんですけども、もうここね、まあ、お野菜からいくと、ごぼう、長ネギ、人参、大根。で、あと、油揚げとこんにゃく。はい。今回ね、具材たっぷり。栄養満点。だからですね、皆さんね、これ作ったら、他におかずいりませんから。なぜなら、栄養ががっつり取れるんで、これとご飯だけでいいです。っていう、最高の栄養満点汁物、至高のカス汁作っていきたいと思います。はい、ということで、至高のカス汁を作っていこうと思っているんですけども、やっぱね、今回の一番の主役はこの酒粕なんですね。なんで僕が酒粕になっていきます。今日はどの子にしようかな。若瀬にしようかな。美味しい日本酒でございます。こちらを飲みながらやっていきたい。酒粕を理解するために、自らが酒粕になっていきます。乾杯。うまっ。ということで、酒粕が、作る酒粕汁作っていきたいと思います。じゃあやっていきたいと思います。まずね、野菜から切っていきます。ごぼうね、これまだちょっと洗い方んないんで、ちょっと洗っていきますね。ごぼうっていうのはね、あんまりこすりすぎない方がいいです。皮にね、香りがついてるんで、ちょっと半分ぐらい残るような感じ。はい、これぐらいですね。これぐらいが僕ベストだと思います。はい。ごぼうのいい香りがすごくしております。で、スチールだらしなかったら、アルミホイルをくしゃくしゃってやったやつで、ゴシゴシすれば大丈夫なんで、はい、こんな感じで。はい、じゃあやっていきたいと思います。ちょっとね、端の方はね、ちょっと土の付きが多いので、切っていきますね。はい、そしたら、ごぼうなんですけど、まあ僕はね、いつもね、やってんのはね、こう真ん中に切っちゃうんですよ、こうやって。笹がきにしてもいいんですけども、これの方が切りやすい。こんな感じ。まあそしたら、まあ、一本ずつ、こうやって斜め切りするの。ごぼうってね、なんか、アク抜きしなきゃいけないとか、皆さん言われる方もいらっしゃるんですけども、ね、アク抜きしてたのはね、昔のごぼうなんですね。今のごぼうってすごく美味しくなってるんで、アク抜きいらないです。で、アク抜きしちゃうと、このごぼうのね、ポリフェノールっていうね、成分もね、水に溶け出しちゃうので、基本的に栄養価的に言う、んであれば、アク抜きは絶対しない方がいいんですね。特に今回汁物なんで、しなくても絶対美味しいんでしないでください。僕の料理は、美味しさの最短距離を走る料理なんで、無駄なことは一切しません。なんで、アク抜きしません。もし、味を作る上で、アク抜きが必要だなと判断した場合だけ、アク抜きをしてください。はい。味を作るためだったらね、非常に効果的なんで。はい、じゃあこちら。まあ、ちょっと、こう。じゃあ次、人参。お人参なんですけども、まあ、ちっちゃめね、今回 100g、使います。こいつも、半分割り、してですね。で、僕の感じなんですけども、これもね、今回斜め切りにしちゃいます。はい。これはね、半月切りにしていただいてもいいんですけども、まあ、今回はね、このね、人参のね、赤が映えるんですよね。汁物にすると。なので、この赤の幅をちょっと持たせておく。その方がね、転がらないしね、ピョンってどっか行かないし、こんな感じの切り方に今回しました。人参はね、彩りと甘みですね。で、大根です。大根はね、こう真ん中に切って、4分の1。だから、いちょう切りですね、これね。はい。
で大根はね皮付きでいいです。あ、人参も僕皮付きだったんですけども、これもですね、かす汁とか汁物で煮込んじゃう場合はこのね皮ってねほとんど気になりません。なんで、つけてください。捨てるのはやっぱもったいないから、やっぱねこうやって皮ごと使ってあげた方が環境に優しいですよね。あの SDGs でございます。はい、今流行りのね、流行りというか皆さんの課題のねこれね。なんでそれはねつけてった方がいいと思います僕は。じゃあ今度はね油揚げです。はい、油揚げなんですけども、どうやって切るかっていろいろあるとは思うんですが、僕はねあの1センチ幅に、あの結構ね太めに切っちゃっていいです。結構ね煮ていくとちっちゃくなっちゃうんで、で、細切りにするとねあの崩れちゃうんですよ結構ね油揚げも。まあ油揚げとか豆腐とかでもいいんですけども、こんにゃく、すいません、あの下洗い忘れたんで下洗いしときます。ぬるま湯でね、あの40度のお湯とか出るでしょう皆さん、台所でこれで洗えば大丈夫です。こんにゃくは必ず下茹でしろっていう風に言われてたんですけど、今のこんにゃくねそんなに臭くないんですよ。日本の料理界もちょっと進化しなきゃいけないんですよ。なぜかというと食材が進化してくるから。こんにゃくとかも、ぬるま湯で洗えばいいし、ごぼうもアクを抜かないでいいんですね。はい、いいこと言いますね。今日は酔っ払ってないからかな。こんにゃくに至ってはこういうスプーンとかでねこうやってこうくり抜いてください。なんでこういうことするかっていうと、包丁で切るとやっぱりねあの凹凸ができないんです。こういう凹凸ができた方がこんにゃくがねより味を吸い上げるんですね。スプーンもしくは素手でちぎった方がこんにゃくっていうのはねこういうね汁物に、するんであればいいと思います。はい、焼くとかだったらまた違ってくるんですけどね。煮物はやっぱり吸い上げた方がねいいと思います。これ前はまだ指でちぎってたんですけど、指でちぎるとね黒いこんにゃくの黒いね粒々がね指に入る、あの指の爪に入るんですよね。あれが嫌いすぎてやめております。じゃあこいつはこっちのバットに、戻します。で今回はちくわ入れますんで、ちくわをまあ僕の切り方なんですが、もうこうやって斜め切りに、はい、そうするとね箸で掴みやすい。なんで斜め切りにしていきます。こんな簡単で、もうちくわを切るの簡単ですから。で戻します。じゃあネギね、ネギなんですけども、もうあのこれね切り方はねこうやってね全部斜め切りにしちゃってください。あの豚汁とかと同じ感じ。皆さんここはこの辺り砂が噛んでたりするんですよ、この真ん中あたりにね。だからこいつは洗ってください。はい、今洗いましたね。砂が噛んでるとシャリッといっちゃうんで、これはやめてください。はい。で、青ネギの部分ね。でね、あのね、たまにね、このね、中にもね、あの砂噛んでることあるんじゃ？あるんだわ。はい。で、そういう時は中も洗ってください。これね。料理はね、やっぱりね、無心でやるものではなくて、やっぱりちょっと考えながら やるものなんで、皆さんね、見てくださいね、これね。ちゃんと砂が噛んでないかとか、目視大事。はい。基本、料理の基本です。はい、じゃあ砂噛んでないの確認したら、こいつは戻していきます。ここで、ここですね。ネギだけ最後に入れていくんでね、香りを立たせるため。そうしましたら豚バラなんですけど、まあこいつは、まあ、ちょっと長いかな、これだとね、ちょっと長いので、全体的にこうちょっと広げて半分ぐらいに切ってあげた方が親切ですかね、これね。はい、はい、こんな感じです。はい、じゃあ今度は鍋に移っていきます。はい、じゃあですね、今回は寸胴とかで作ってもいいんですが、今回はねあの作りやすいようにフライパン使っていきます。ここにね少量の油引いてください。ここにフライパン温めていきます。あ、でなんか皆さんなんかこのこれ気になってる方いらっしゃると思うんです。これはねあのちっちゃい鍋をここに置いてもずれないっていうやつです。はい、ただそれだけです。僕結構ねちっちゃい鍋を使うんでね、あれずり落ちたりするんで、ね、ちょっと怖かったんですよ。だからこのちょっと五徳買いました。はい、で油を温めてフライパン温めていきます。ここに豚バラをまず入れていきます。ちょっとほぐしながら、はい、これはねあの豚バラの油を落とすと同時に豚バラの油をこうやって外に出してですね、この後にですね具材にこの豚の油を絡ませるっていう作業があります。これはね豚汁の時もそうでした。このように良質な豚バラの油を絡ませることによってお野菜が非常にねコク深くなると。なんでこれを先に炒めていて、だから僕ね結構ひょうひょうとやってるんですけども、あの僕は意味のないことって絶対しないので、全部意味あります。意味のない工程は全部省いてるんで、僕美味しいものを作る時にも最短距離で目指すのが一番いいと思います僕は。はい、だって無駄な努力したくないじゃないですか。全部、やらなくていいっていうわけじゃないんですよ。意味のあることだけやりましょうっていうことです。まあ軽く焦げ目がつくぐらい炒めるとあの油がよく出てきます。ちょっとね色づいてきました。はい、ここでおちくわ
こっちくわ。ごぼうをね、入れた、ごぼうはね、最初の方に入れた方がいい。最初ね、ちくわとごぼう。この時、結構ね、強い火でやってます。はい。お野菜が艶やかになってきます。ごぼうが艶やかになってきたら、他の食材を入れていきます。大根、人参ですね。大根と人参を入れていきます。はい。だからね、かなりね、具だくさんな、汁物になりますこれ。もしね嫌いな、食材とかあったら別に間引いていただいてもいいですし、必須なのはねちくわとお野菜類はあった方がいいと思います。はい、こんにゃくとか油揚げとかここら辺は食感とかいう話になりますんで、まあ、そこら辺は他のね お豆腐にしていただいてもいいし、がんもどきとかねなんかそんなものにしていただいても全然平気です。まあ、基本はお野菜とちくわ豚肉があればいいかなっていうふうに思います。はい、だんだん炒まってきましたね。はい、そうしたらもうねここで油揚げとこんにゃくも投入しちゃいます。はい、はい、最高に具沢山になりましたね。はい、ここでですねお水を入れていきます。1リットル、はい、1リットルの涙を入れていきます。はい、はい、そして白だしをね入れていくんですよ。今回はね、鰹節じゃなくて、酒粕の香りを尊重したいんですよ。だから、鰹節じゃなくて、白だし、大さじ3と半分入れていきます。で、これで基本のだし汁になりますんで、このままちょっとね、煮立てていくんですね、これね。ちょっとね、沸騰するまでこのままに、していただいた方がいいですね、これね。あとね、みりんです。みりんはじゃあなぜ入れるのかっていうと、酒粕って、そこまで甘み持ってないので、ちょっとね、甘さが、この粕汁っていうのはね、甘さが加わると非常にバランスが良くなります。だから甘みを入れるんですね。はい、お砂糖ではなくみりんの方が自然な甘みがつきます。と言ってもまあね、なんかもう同じ糖分なのでそんなに変わんないとは思うんですけども、でもみりんの方が使いやすいですね。はい、香りもつきますし、お酒ですから。で、一回ね、沸かしてください。これ油揚げも油抜きとかしてないです。昔の油揚げかなり油っこかったんですけども、今の油揚げねそんなに油っこくありませんので、もし気になる方はね一回茹でていただいてもいいんですけども、まあいらんと思います。はい、昔はね保存環境とかも結構悪かったんで、油揚げのね油が上がっててちょっと気持ち悪かったんですよね。酸化されてた時期があって、だからそれからずっと日本は伝統を重んじるので伝統で来ちゃったので、必ず油抜きしてくださいねっていうのがあるんですけども、カロリーを制限するのにはもちろんいいんですけども、味的にはね今の油揚げそんな悪い油じゃないので、全然使っても味に損傷ないです。はい、気にならない方はやってください。気になる方はお湯かけて抜いていただいてもいいですけども、味さほど変わりません。はい、じゃあ沸いてきましたね。はい、そこで皆さんお待ちかねでございます。こちらの酒粕先生、こちらの酒粕もうね香りがね酒なんですよ。なんでこの酒粕を飲みながら、あ、違う、この酒粕を嗅ぎながら酒粕になっていきます。はい、でこいつを溶きながら入れるんですね。なんか大きいザルとかあったらやってください。もしなかったらね、お湯かなんかをこういうボウルにお湯入れて酒粕をよく溶いてからこうやって入れてくださいね。はい、僕はもうザルがあるんでザルでやっちゃいます。で、ここに酒粕先生を入れます。はい、で、酒粕ってね結構ね硬いんですよ。味噌より全然硬いの。だからこんな感じで、溶いて入れていくのがいいですね。そうするとねちょっとねダマになってきちゃうんですよね。はい、で、それがなんかちょっと焦げ付きの原因とかになったりもするので、こんな感じでですね、ザルの中でねちょっと溶かしてあげるといいです。で、今回ね酒粕 120g っていうグラム数使ってるんですけども、これね入れれば入れるほど濃厚になります。はい、ただ酒粕の香りが苦手っていう方もいらっしゃると思うんで、今回 120g にしてますけど、 150g ぐらいまで増やしても全然美味しい。そうするとねかなり濃厚になります。はい、なんで、濃厚な粕汁が食べたいなーっていう方はそういう風にですねやっていただいていいと思います。このドロドロがこのね、粕汁につくんですよ。これがうまいの。人によってはね、この溶いた粕取っちゃうって方いらっしゃるんですけど、僕ね、これ入れちゃうんですよ。はい、なぜなら、こうして溶かすのが目的だったんで、この粕たちは、全部ね、入れたい。なぜかというと、栄養豊富なんですよ、酒粕ってね、すごくね。なんで、よくこうして入れてください。そうすると、ほら、真っ白なスープになりますでしょ。これが酒粕汁なんですね、粕汁。そうしたらですね、このまま蓋をしてちょっと弱めの中火ぐらいで15分煮ていきます。じゃあ皆さん、15分後にお会いしましょう。
はい、それでは、15分に煮詰めましたので、いただきます。はい、基本的なカス汁のレシピって最初に酒カス入れなかったりするんですけども、やっぱりね、具材にあの酒カスの旨味とか、香りとかを染みさせたいので、最初に入れております。はい、でここから最後の調味入ってきますね。これね、お味噌ね、入れていきます。お味噌、僕はね、あのいつもあの花巻の無添加味噌使ってます。お味噌はね、あの結構よく溶けますんで、これ大さじ3と半分入れます。で、よく溶かしていきます。このね、味噌とこの酒粕がね混ざり合ったこのスープがうまいんですよ。何よりも濃厚な、だから豚汁と違ってね、あの生姜もニンニクもいらないんですね。もうこれはもう酒粕が主役。そしてお醤油ね、小さじ1杯、これね香り付け、あと味付け、そうするとね味がキュッと締まるんでね。で、これで味見をします。で、お味噌は、まあ、煮立たせちゃいけないっていう風に言いますけども、粕汁の場合はね、あのどちらかというとお味噌よりあの酒粕の方が主役であったりするので、もうちょっと濃厚なのがいいなっていう方は酒粕もっと入れていただいても、今回はどっちかというとお味噌とお出汁の方を立てて、いる感じになるので、結構ね酒粕のあのコク深さをかなり活かせてる感じになってるんではないでしょうか。で、ここでですね、最後に入れたいのが長ネギですね。長ネギが入るとふわっとね、この長ネギのいい香りが全体にきますので、これね半分もこんな感じやっておく。じゃあですね、ネギ入れて、ま、数分、煮たものがこちらになります。もうね、濃厚です、スープが。じゃあこちらをね、持っていきたいと思います。ほら。これよ、この具沢山の。香りがやばい。これうまいんだよね。煮込みね、15分。まあ、最後まで入れるとね、あの、20分くらい煮ましたけど、でも20分でこれですよ、皆さん。たまりませんなぁ。いや、あったまるよ。しかもね、酒に合うんだこれ。ということで、こちらで至高のカス汁完成。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきます。おおおお、うまっ。食材全部に味しみしみっすよ。大根とか最高だね。じゃあスープも、あ、やばいやばいやばい、スープやばい、めっちゃ濃厚、めちゃくちゃ濃厚な白湯スープ飲んでるような感じ。全体がすっごいまろやかなんですよね。わざとらしいパンチがないっていう感じですね。冬場にあの熱燗といったら最高のやつですね、これ。あ、おはぎやばいね。この汁全部吸ってる。クリーミーすぎる。これでシチューとか作ったら絶対うまいよね。僕、酒粕の香りが実は苦手だったんですけども、酒粕なくせにね。でもですね、濃厚さだけでふわっとね、酒粕のいい香りだけ残ってますね。これね、七味ね、うん、ちくわもいい味出してる。かー、たまんねえなこれ。いきますか。じゃあ酒粕来てください。全員くりゃいい。はい、じゃあ乾杯。乾杯。酒粕パーティー。いただきます。いただきます。ああ、うん、うま、あ、うまっ。うまいだろこれ。うまっ。粕汁がこんなうまいもんだと知らなかったね。うん、なんか臭いイメージしかなくて、そんなにしょっちゅう食べるもんじゃないけど、うん、これ美味しい。うまいよね、うん、なんかすごくまろやかで、うん、濃厚、うんうんうん、これ作ってからちょっと酒かすハマってるもん。大体こういう汁までニンニクとか生姜とか結構効かさないと、うん、ご飯のおかずに耐えうる感じにならないかなと思ったんだけど、全然これだけで飯かっぽめるから、うんうん、ご飯も全然いける、うん、汁うま。汁うま。豚バラもなんか焼き目ついてってすごい。そう、あの炒めてあるから油も適度に抜けてて、でこの油がね、このカス汁に溶け込んでるから、うん、コクもあるんだよね、うん、締めに飲んでもいいし、飲んでる途中でいいよ。なんなら二日酔いでも飲みたいです。二日酔いでもいいけどね。これはで、栄養も酒粕ってすごく栄養価も高いから、うん、もうね、の、もうね、
飲む酒かす生酒飲む酒かす飲む酒かすってただの酒かす酒かすの良さがね、すごいいろいろ使えるわと思って、俺初めて使ったの酒かすを、確かにかす汁ってどこにも置いてないよね、見ないっすね。なんかね、関西の方の汁物らしいから、関西の人は結構食べたって言うんだけど、九州かす汁出なかった、新潟なのに覚えてない。嘘、いや絶対出たと思うけど、うちだけか。味噌汁と、ま、もまた違うし、もっと濃厚な何かになってるみたいな。なんでね、なんかラーメンとかもうまそう。ああ、そうだね、美味しそう。うどんとかもいいっすね。味噌ラーメンの隠し味とか絶対いけそうだから、ちょっと酒かすレシピが多くなってくるかもしれないですね。酒かす美味しい。前これあれか、課長がもつ煮に隠し味で、ああ、酒かす入れてました、入れてた、そういえば。課長、俺の先行ってたすげえ課長、はい、ということでですね、皆さん大絶賛の全員綺麗なくなって全員綺麗なくなってるのは神回って言われてるからね、うちらの中で、はい、ということで皆さんもぜひ試してみてください。よし、酒かすって言ってると悪口言われてるみたいだね。はい、じゃあやっていきたいと思います。ここにね、まず具材をね最初に炒めていくんですね、僕の酒かすの、酒かすじゃねえ、かす汁の作り方ね。